飛ばしていきたいと思います。本当に主催者である大分市をはじめ皆さんのご尽力の大会で大変ご尽力をいただいております。大分県自転車競技連盟、5秒前、日本最初大分競技スタートしました。日本史上大分競技スプリントリレーがスタートしました。そしてレベルアルバイターの藤田を本番後でやらせていただきます。藤田さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。もう最高のいい天気になりました。藤田さん、先頭に立ちましたスパークの大分のユーマに来てるんですけど、今回オーストラリアが参加の ARA プロ、プロレースのサンシャインコースと、海外で特にこういうスピードレースの強いオーストラリア人選手が、多く組んでますが、プロレースのサンシャインコースと、海外で特にこういうスピードレースの強いオーストラリア人選手を、多く組んでますが、今 ARM 選手が行きましたけども、カエス選手がちょっとスプリント力が少ないということですから、今日優勝候補の一人なんですけど、私もソレザイス選手がどれくらいのスプリント力があるかはちょっとわからないので、この2人の優勝経験者をマークの勝てるかっていうのがね、これが大きいところですね。ソレザイス選手 ARA プロフェンシングサンシャインコースト、このね、ARA のエーススプリンター、ディグランス・ソレザイス選手が、集団の前の方にこうチラチラ上がりながら、なんかアタックを誘ってみよう。ソレザイス選手、ARA プロフェンシング団体コート。このね、ARA のエーススプリンター、ディグランス・ソレザイス選手が、集団の前の方にこうチラチラ上がりながら、なんかアタックを誘ってみよう。今夜レーシングチームの間野崎大輝選手、男性になります。Since the first rider is number 4, this lap's first rider is number 4. やはり地元チームですから、ゴールはおそらくね、澤田選手。コーナーの180度ターンというのがね、今季でもなんか珍しい感じがするんですね。で、ARA のね、ソレザイス選手が、日本のチーム、日本のレースはどうやって動かすんだっていうのを、集団の前でこう、見ながら。180度ターンというのがね、今季でもなんか珍しい感じがするんですね。で、ARA のね、ソレザイス選手が、日本のチーム、日本のレースはどうやって動かすんだ。中村大輝選手、そして鍵谷選手、このいった選手らが集団先行となってきましたね。3名が出ましたけど、この羽田、そして中村、秋内、鍵谷という3名、3名となるとですね、後ろが飛んできますね。ここね、マトリックスが一気に潰しに行ってますね。選手らが集団先行となってきましたね。3名が出ましたけど、このハバナ、そして中村、秋内、カリアという3名、一つチャルトですね。後ろが飛んできますね。ここね、マトリックスが見えましたね。マトリックスは投げる。マトリックスはその2人のロードで、アバンカして優勝しているということで、まだまだ、ありがとうライダーですね。そうですね、マトリックス。なかなかひどひど。テックスを思い出して、これ捕まえてもらわないと。さあ、マトリックスは、大分を打ちスピード上がってきております。
ザ・マリックサンダイズの大阪の高い出身の本拠地がビクター・ビクロスのライアン・カバラ、そしてチーム長の宇賀龍希。14周回を担当しております17周目40周回のレースが行われております。はい、そしてパトリックスの中に1人とスタートの選手、はい、もしカバラ選手が勝てないとですね、結構水槽も苦労しそうな感じがしますよね。あとこれ、マトリックスの前の選手が苦しそうな感じがしますね。ちょっと焦りますね。で、僕がもらった試合で横立ってみたら、なかなか
ったなってやばいと思って、そこからちょっと一旦こう 95% ぐらいに抑えて、もう一度最後自分から走れるタイミングで踏み直したって感じですね。まあ、先ほどもね、答えてました。まあ、チームをね、立ち上げて、まあ、走るだけじゃなくてね、いろんな活動をして、はい、今年2年目のスタークルメですけど、来年再来年ともっともっと成長していきます。引き続きお願いします。スターターは大分県自転車競技連盟磯崎陽介会長にお務めいただきました。ありがとうございます。いつも自転車競技を応援いただいております。さあ一発目、おっと小町がいる。あ、もう一本です。さあプロの皆さんもその後ろを走ってくれています。プロライダーと一般市民ライダーが今日はローリーが同じコースを同じタイミングで走って陽介会長にお務めいただきました。ありがとうございます。いつも自転車競技を応援いただいております。さあ一般市民、おっと友達がいる。あら、もう一本です。さあプロの皆さんもその後ろを走ってくれています。プロライダーと一般市民ライダーが今日おりまして、コルカーを提供3台大分 BMW さんにいただいております。まずは白のコルカー入ってまいりました。 B401 です。あっと市民ローリーの皆さんも笑顔が出ている。あ、まだまだ余裕がありますね。踏んでいこうと思えば踏める状態。おっとプロライダーの皆さんもだんだんとそのポジション取りを上げている、上げている。手を収められています。さあ会場からまた大きな拍手の中ではストップアンドゴー、かなり足にくるポイントになっています。さあ徐々に隊列がレースを追い風がかなり吹いているぞ。いや、すごいことになってきた。市民ライダーの皆さんも頑張っていただきました。